隣のワクワク国宝。今日の旅人は兵庫県小野市に来ております。ここは播州地域に位置する場所で、昔はそろばんで有名な町でした。今はカラオケボックスが町に3店舗しかありません。夏になると小野祭りという祭りが開催され、よさこいをしている踊り子が小野に集結し、その腕前を披露します。それが小野恋踊りです。いやー来ましたよ。これね、小野市いうてね、播州のね、ところにあるんですけど、これ周り一面ね、田舎でね、ここも市役所に来てるんですけど、ありますよ、今見てもらったこのソロ版2017ってなってるんでね、ほら2017、すごいね。これあのまた1年経った2018ってこうね、玉が動いていくんやけど、いかんせんこれ田舎やから、これどこに行きましょう。さあ今日は何がね待ってるんでしょうか。しかしほとんどの人がこう車移動やから、私みたいに歩いてこれどこまで行けるんかなっていうところあるんやけどね、歩いてどこにもたどり着かへんちゃうかな。歩きじゃちょっとどこ場所移動はしんどそうなとこやね。まあ駐車場ばっかりやね。場所は小野にありますカフェドコポリという場所でありまして、普段はねお姉様方が女子会をしたりとか、奥様方がね、お茶したりとかっていう、カフェになってます。で、まあ、コーヒーもね、名物ということで、中に入ってね実際、食べてみましょう。店内はとても静かで、今にも小鳥たちが入ってきそうでした。肉と野菜のハーモニー、お腹の中がおもちゃ箱になりました。おやおや、美味しすぎるせいか喋ることを忘れた旅人、哀れな旅人、時の旅人。これは豆乳スムージー、なんちゃらベリー味。これも美味しすぎるせいか喋りませんね。これは一緒についてきたラスク、香ばしくてサクサクでポリポリしてました。見てください、このご満悦な顔。うざいね。